セイラです。しずはです。メイです。セリです。ピンクラテ B 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今回は皆さんなんと待ちに待った新メンバーへの、発表です。皆さんね、ピンクラテドリームマッチをね見ていただいた方は分かると思うんですけど、あの方を今日はお呼びしたいと思います。それではどうぞどうぞかわいい。じゃあ、軽く自己紹介の方をお願いします。中学2年生13歳の山田まりやです。今回はね、この動画でちょっとあのまりやちゃんの基本情報的なものを皆さんにお伝えできたらなって思います。それではどうぞ。じゃあピンクラテドリームマッチの、見た時の感想みたいなのを言っていこうかな。じゃあ入っていっちゃうから。最初は本当にも可愛くて、お顔もドタイプっていう感じだったんですけど、なんかこう喋るとしっかりしてて、ピンクラテTV のメンバーになりたいって気持ちがすごい伝わってきて、すごいなって思ってました。ベイはなんかパッと見第一印象がすごいなんか可愛らしい、同じく可愛らしい、うん、女の子らしい、うん、そうな雰囲気を漂わせてた。もう見た感じオーラが、うん、なんか色で例えるならピンクみたいな、ふわふわしたイメージがあって、うん、でなんかそうオーディションとか見ててもなんかセリちゃんも言ってたんですけど、すごいしっかりしてそうだし、でもなんかちょっと面白そうな、うん、ドナルドダック、うん、やってたんで、どんな子なんだろうってちょっと気になってて、今こうやって一緒にピンクラテ TV メンバーとしてやってきてるのがすごい嬉しいです。ゆずはなんか見た目とかそれ可愛いし、おとなしそうな、うん、雰囲気だし、でもガーリティがめっちゃ似合いそう、うん、さ雰囲気可愛いです。可愛いね。可愛い。そうですね、私もなんか一回ね会ったことあるんだよね。そう、一回会ったことがあって、でその時からなんかもうちっちゃくて可愛いみたいな印象がすごいあって、今回ピンクラテドリームマッチに出てて、お、なんか頑張ってほしいなって思ってたし、うん、結構裏でご両親をご両親してたので、今回受かってよかったなって思います、うんうん、はい。今はゆなちゃんは別の撮影でいないんですけど、これから6人で頑張っていけたらなって思います。次に質問をしていきましょうか。誕生日は9月24日です。おお、9月っていないよね。いないですね。いないです。いないです。血液型は A 型です。あ、一緒一緒一緒です。一緒一緒。 A おお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 お黒、グレーが好きです。すごい。じゃあ身長は、うん、154センチぐらいです。まだね、中1だからね、これから伸びそう、うんうん、好きなフルーツは何ですか？フルーツ。リンゴが好きです。あー、かわいい。リンゴいいね。好きな動物は？動物はあまり好きじゃないんですけど、水族館とかに行くのは好きです。どの魚かなコブダイっていう頭にコブみたいなのついてるのがすごい好きです。頭にコブみたいなのついてるのがすごい好きです。意外だよね。そう、変わってるんですよね。趣味は何ですか？趣味は家でゴロゴロしながらテレビを見ることです。いいよね。で、特技はドナルドダックの演技です。え、ちょっとやってみてください。
こですか？石川県です。上の方だ。はい。兄弟はいますか？います。何が誰がいるんですか？お兄ちゃんとお姉ちゃんがいます。あ、いいな。妹っぽいのに。どういう服の系統が好きですか？結構ガーリーとかも着たりするんですけど、カジュアルが好きです。ガーリー似合う。あ、将来将来なんで何ですか？将来はお洋服が好きなので、お洋服に関われる仕事でデザイナーさんとかモデルさんとかになりたいなと思います。なります。なります。なります。では、じゃあ最後にセッティングに一言どうぞ。これから頑張るのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、という感じでですね、軽くいろいろ質問をしてきたんですけど、次にもっと詳しく質問をしている動画が上がると思うので、そちらのチェックよろしくお願いします。お願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。